張り切っていこう。はい、よろしくお願いします。今日もやっていきましょう。10月21日で頑張ろう ね、 確かね、このクローズドベータテスト終わっちゃうんですよね。今日は、まあ、行けるとこまで行きたいなと。じゃあ行きましょうか。先にまあジェムを取って、まあ、この辺のね、今日も忙しいな、受け取りながら、どこまでいけるかわかんないですけど、ね、どんな時も油断は禁物よ。行きたいなと思うんですよね。じゃあ早速行ってみたいと思います。第3は死へ至る螺旋ですね。焦れば隊員に危機をさらす、危険にさらすということですね。震度 88.69m。 追ってくる魔物の気配はないな。ひとまず距離は取れたようだ。助かったわ。ギュンターだ。この隊の隊長をしている。俺は隊員のアルス、モモと言います。あとは隊長の後ろに隠れているのが、アーネです。ギュンター隊の重視です。なんでガキがいいんだよ。また隠れちゃった。そう、睨まないでやってくれ。アーネさんは騎士見習いですが、志願してうちの隊に入ってきたんです。将来有望なんですよ、彼女。この若さでカゴ持ちですし。来ましたね、カゴ持ち。精霊のカゴを受けた者のこと。その力は奈落の正気を跳ねのける。騎士が奈落に降するための生命線。ほほう。私たちは竹下よ。個々の紹介は歩きながら、歩きがてらさせてちょうだい。ほっほう。さてと、相棒、わかってるな。ああ、彼らだ。ここからが本番というわけだ。油断せずに行くとしよう。まあ、ちょっといちいちこれ開くのもめんどくせえよな。4つ目の言葉手に入れました。よし、じゃあ進んでいきたいと思います。行くぞ。戦いはね、もう音でいきたいと思いますね。始めよう。背に腹を振る。やっちゃうよ。バチバチっと行ってくださいよ。今だ。これなら。オッケー。レベルアップ。精進するわ。Yes。We can。ここ結構道があるな。分かると思う。そう。あなたたちも新しい探査騎士隊なのね。ああ、俺自身は過去にも何度か探査隊には参加しているんだがな。ギュンター隊長は知識も経験も豊富ですごく頼りになるんです。ベテラン隊長から羨ましい。うちは隊長はじめ初心者ぞろいだからね。タケシは初探査なのか。珍しいな。急な再編ゆえか。確か南方騎士団からは俺たちを含め新たに10部隊が編成されたと聞く。10部隊そんないるんだ。新たな10部隊、新たに探査騎士隊となったのは自分たちだけではないらしい。どんな騎士たちがついているのか。
未曾有の規模の食でしたからね。対策のためにも無理をしてても探査隊を増員するのは仕方ないですよ。でもそれで経験も力もない部隊に挑ませても仕方ないよね。さっき助けられなかった人たちも初心者隊かな。あっという間に残り9部隊だね。経験が浅いからって負けるつもりはね。どの隊が先に任務を達成できるか競争だな。競争じゃなくて協力だよね。目的はみんな一緒なんだし。ねえ、しばらく一緒に行動しようよ。人数が多い方が心強いでしょ。それ賛成。どうする、たけし君。そうやな、死の運命のこともあるしな。運命、こらえば黙っとけと言ったろ。だがそうだな、一旦行動同行して様子を見るとしよう。よろしく頼む、たけし。どうした、ビスケ。なんか引っかかって。ギュンター対ギュンター、どっかで聞いたことがあるような。新たな10部隊、この言葉がね、変わりました。よし、行きましょう。まあ宝箱もね、取りながら行きたいと思うんですよね、やっぱりね。準備完了だ。墓掘り取ろう。背に腹を下げられ。ギュンターまだ入ってる。運が向いてきたけん、どうなってもしなんか。今で。これなら。ただ出てるのね。成長期ですから。嘘だけど。まずはこちらのコースを。上からもね、上にもあったんや。宝箱。敵がいると。敵さん見っけ。始めよう。背に腹は。戦争は人数が多いからにして。やっちゃうよ。よし、けん精霊レベルアップしました。そして真下に行くということになります。戦闘開始だ。始めよう。墓掘り取ろうで、まあ、背に腹を下げられ。期待はするな。どうなっても知らんぞ。当たれ。やっちゃうよ。さあ、今は喋ってくれるから。今だ。これなら。少しはできるようになったかな。生き延びてやる。始めよう。ればね、こいつが滑る。ならばこの時を待っていた。カーツイチ。やっちゃうよ。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。OK。そしてこれが最後。準備完了だ。始めよう。背に腹を変えない。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。星さんはやろっか。ピーちゃん、仕事の時間だよ。
アイテム星さんがある。あ、すげえじゃん。すげえじゃん。これ槍か。C、結構強い。ラッキー。何これ。すごい。熱焼ブル。ついてるぜ。武器鑑定団発動やって何これすげえな。こんなんあるんや。よし、あ、キャンプ入りました。絆の物語が全部で4人いるわけか。なるほど。ピスケの絆の物語コンプリートすると、ギュンターの絆アビリティ、ピスケとの絆の獲得チャンス、ギュンターに話しかけましょう。ギュンターに話しかけましょうか。 OK、 話しましょう。今回のトーク改めて礼を言う。俺は大人数で行動するのはあまり好みじゃないが、うちの隊員たちにとって頼もしい状況のようだ。うちの隊員は喜んでるぜ。ああ、しばらくはよろしく頼む。別にずっとでもいいんだと。精鋭の加護が届く人数なら多い方が探索には有利だろう。大人数での行動はリスクもある。魔物に発見されやすくなるからな。俺は何度か奈落に挑んでいるが、いざ本当に強大な敵が現れた場合、数は決して当てにならない。そういう経験があるのか。まあな。たけしは奈落の探査は初めてと言っていたな。俺はもう何度となく奈落に挑んでいる。といっても第二階層の入り口あたりまでしか行ったことはないんだがな。ふむ、そんなに先へ進むのは難しいのか。ああ、南方騎士団の探査隊は第四階層までしか到達できていないと聞く。目指せ新記録だな。力を合わせれば超えられるそうだぜ。ふ、まずはこの階層を無事に抜けるところからだ。その後ギュンターと隊員の話題で盛り上がった。すげえ、5ポイントももらった。あれ、全員とは話せないんだって。誰か一人なんだな。これからも頼りにしている。ギュンターとの絆がさらに強まった、深まった。キャンプで語ろう。ギュンターとの運命がつながった次のキャンプで話してみよう。よし、次行きたいと思います。アンネの探検だって。行ってみましょう。第4話ミドス、ここからが本番というわけだ。へえ、漁師さんなんだ、アンネのお母ちゃん。うん、こんな大きい獲物だって一人で仕留めちゃうんだから。みんな疲れてるね、クロエ。クククッ、精神年齢が近いからな。だが仲良くなるのは大歓迎だ。相棒、お前も積極的に交流しろよ。あの死の光景にいたものから言葉が得られるかもしれんからな。はい、では行きたいと思います。まずはこの辺りね。戦闘開始だ。
ねじればないの。行くぞ。これなら。よし、一発。どんどん行こう、どんどん行こう。やっちゃうよ。一発。覚悟しなさい。お、アンネがこの。魔を払う剣となりて。アンネ早いの。すげえ髪型してる。オッケー。セーリムでどんどん上がってくるのが嬉しいっすね。行きましょう。どんどん行け、どんどん行け。アナちゃん強い、すごい腕前だね。その年でどんな修行を。天才少女現るだな。そんなんじゃないです。一人たくさん修行したからそれだけだよ。あとはお母さんがすごい狩人だったからそれを見てたからかな。アヌちゃんはそんな幼いのにどうして騎士になったの。お母さんよく許してくれたね。お母さんはね、黒の軍勢に殺されちゃったから。ごめん。うん、いいの。それにそういう人いっぱいいるし。黒の軍勢って大障壁の外にもいるんだね。普段はいないわ。食の時に壁を抜けた奴らよ。毎回多くの騎士が命を尽きてしても全ての敵を防ぎ切ることは難しいの。だから私たち探査隊がこの状況を変えなければいけない。それでお母さんに教えてもらった寮の腕で生きることにしたの。山で生きる道はなかったの。しかもこんな危険な探査隊になんて。みんなもうすうす気づいていると思うけど、奈落の底を目指せば生き残れる望みは薄い。私たちは人類の命を背負った決死隊なのよ。おいおい、弱気だな。冗談じゃねえ。俺は何としても生き残るぜ。うん、私も死ぬつもりはないよ。でもどうしてもここに来たい理由があったの。奈落に来たい理由。うん。ねえクロエちゃん、これ見て。わ、すっごい綺麗な剣。これはお母さんの片身なの。カリウドの探検。カリウドの探検？探検？アンネの亡き母の遺品。母親はカリウドだったというが。仇を討つため騎士に。狩りをしならく仇を討つため騎士に。そんなつもりはないけど騎士になりたいって思ったの。あとね、どうしてもここで見つけたいものがあるんだ。見つけたいもの？探検が出てきましたね。よし、行きましょう。ちょっと戻ります。この道に行きます。戦闘開始だ。スカベンジャー。これなら運が向いてきたけね。どうなってますか。何か当たれ。やっちゃうよ。オーケー。成長期ですから。嘘だけど。オッケー。二だ。オッケー。行きましょう。薬草取る。金も取る。向こう側にまた宝箱があったね。右側にこっちのルートで。宝箱があったはず。生き延びてやる。私の番だね。ぶっ飛べ。今だ。これなら運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。当たれ。覚悟しなさい。魔を払う剣となりて。よっしゃ。
さらに高みへ。上がった。行くぞー。行きます。魔を払う神となりて。いただき。よっしゃ。やっちゃうよ。よっ、捕らえた。よし。敵さん見っけ。赤堀とろ。はいよ。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。当たれ。覚悟しなさい。魔を払う神となりて。いただき。よし。ボス来ました。生き延びてやる。ボスバトル。お、なんかすげえ。剣ボーンで。期待はするなよ。どうなってもしないぞ。今までと違う。寝とるの。今だ。これなら。あ、寝てる。ちょっと寝てる。覚悟しなさい。今のうちにやっつけちゃう。魔を払う剣となりて。やっちゃうよ。やろっか。Bちゃん、仕事の時間だよ。あ、起きた。あ、寝てる。いただき。あれ、起きた。よし、これいくよ。運が向いてきたけん、どうなっても知らんぞ。おい、よいしょ。クリアしました。でってねー。武器に2つある。あ、これはなんか持ってるな。あ、アダマンハンマーだって。オッケー。今回はあ、ビスケット。よし、また出た。今回はやっぱりこれかな。ギュンターさんかな。あ、ガウストさんだ。これ何やらガウストの様子がし、心配しているクレート3人で話しますか。はい。アンネ、アンネが席を立とうとしているが少し様子が変で話しかけようか。おう。もう少しリオンと親睦を深めようか。話しかけてみますか。チース。ねえねえ、体調とっちゃいい。アンネと話してる。席を立ったアンネを追いかけた。ぐは。不意にアンネのいる方から強い光が届いて目がくらんだ。ごめんなさい、眩しかったですよね。大丈夫ですか。アンネこそ大丈夫か。え、うん、大丈夫。精霊がね、慣れないところに高ぶってたの。たけし隊長さん、心配してくれたんだね。ありがとう。この子、私の精霊なの。谷風の精霊。名前は、アーニャ。アーニャ。アンネの精霊の名前、そしてその名前は、アーニャ。よろしく、アーニャ。いやいや、隊長さんが挨拶してくれたからなんだか落ち着いたみたい。
昔私が彼の訓練をしていた時、目の前に現れて契約してくれたの。それからずっと一緒、騎士になる前からの付き合いなの。課長さんはどうやってセールの加護を得たんですか？奈良湖に落ちたらそこにいた、死んで生き返ったらそこにいた。奈良湖に落ちたらどうか、死んで生き返ったらわかんない。え、奈良湖の崖は落ちたんですか？そっか、隊長さんも大変な目に遭ってきてるんですね。すごいな、ギュンター大帝もたくさん修羅場をくぐったせいに加護を得たって。よく考えちゃうんです、なぜこの子は私を選んだんだろうって。まだまだ半人前でしかないのにどうしてなんだろうって。ミトス、それはな、いい匂いがしたからだ。お前の魂からうまそうな匂いがな。いや、くくく、いい顔で驚くな。素直な子供は嫌いじゃない。びっくりした、隊長さんの精霊は喋るしいたずらするしすごいな。ふん、我は偉大なる精霊様だからな。だがお前の連れている精霊も悪くない。それなりの知性と感情があるようだ。精霊の中でも注意以上の存在だな。知性と感情、この子も考えて感じて生きてるってこと？そしてさっき匂いと言ったのも本当だ。精霊は魂の匂いで人を選ぶ。魂の匂い？ああ、そいつがお前を気に入ったのはお前の魂に感じるところがあったんだろうさ。そっか、そうなんだ。ふふ、アーニャ、あなたは私の何を気に入ったんだろうね。キーズナコン来た。その後、ミトシとアネとで絶え間ない話をいろいろと話した。アーニャ、アーニャ言葉が増えました。結構増えたな。前より近づけたね。キャンプで語れ、アンズの絆がさらに深まった。キャンプで語らおう、アンネとの運命がつながった。次のキャンプで話してみよう。はい、よし。結構深いな、聞いてみたいと思います。5は少女が選んだ道。どうしても見つけたいものがあるんだ。まあ、だんだんと敵も強くなってくるでしょうしね。戦闘開始だ。行くぞ。これならスキルも上げた方がいいかな。スキルポイントも溜まってる。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。やっちゃうよ。あと装備をね、ちょっと見直す必要があるのかもしれませんね。お、2、なんか2取ったよ。リスクレベルアップ、精霊だった。あ、たけしさん、そこに薬草が。薬草を使うと HP を回復できます。薬草のアイコンをタップして使用します。ただしバトル中は使用できません。 HP が減っているときは忘れず回復しておきましょう。また薬草は次のダンジョンに持ち越せません。惜しまず使い切るのがポイントです。薬草はとても貴重よ。見つけたらなるべく入手しておきましょう。そんな言ってよ、言ってよ。これずっと出とったやん、これ。ちょっと、あれ、蝶々がいる。お、珍しい武器取った。すごい。行くぞー、はいよー。覚悟しなさい。魔を払う金となりて。よし、今だ。これなら。よし、ちょっと上に戻っていきましょう。で、
敵。生き延びてやる。はいよ。運が向いてきたけな。どうなっても知らんぞ。後です。覚悟しなさい。魔を払う金となりて。今だ。これなら。よし。オッケー。レベルアップ。少しはできるようになったかな。ダンスは結構早くレベルアップしていた気がする。繋がった。戦闘開始だ。これがボスの前の最後の敵だ。これなら。いただき。運が向いてきたけな。どうなっても知らんぞ。アトレス。よし。やっちゃうよ。負けない。行きます。魔を払う金となりて。やっちゃうよ。やろっか。B ちゃん、仕事の時間だよ。今だ。これなら。よし。これだとボーンズだけや。期待はするなよ。どうなっても知らんぞ。まっすぐだ。あとへ。いただき。ほっしゃ。ぶっ飛べ。覚悟しなさい。魔を払う金となりて。魔を払う金となりて。やっちゃうよ。よっ。よし、もう来た。今だ。これな。もう一発。運が向いてきたけど、どうなっても知らんぞ。よし、レベルアップ。成長期ですから。嘘だけど。たくましくなったでしょう。精進するわ。どんなもんよ。オッケー。よし、クリアしました。なんか第一階層ガチャチケットだって、なんかこんなもらいました。3クリアランク上がった。 AP 回復しました。最大 AP26 になったよ。魔剣レスティアン、魔剣レスティアンレベル14でそうだけど、おー、スロット。ラッキー。お、すごい。ワールドカップ9すぐや、スロット。ラスケン。よし。おっと、また。今回はまたアンネと行ってみましょうかね。はい、OK ですよ。少し夜更かししてアンネと喋ることにした。たけしさんってどうして騎士になったんですか？ちょっと聞いてみたいなと思って。なんでまた俺に？俺に興味あるの？なんでまた俺に？なんだか優しそうというか、あまり騎士に向いてない雰囲気なので聞いてみたくって。アンネも優しそう。私はどうでしょう、優しくはないかな。だっていろんなことが許せないから。許せない？隊長さんは自分か自分の大事な人しか守れないとき、どちらを助ける？
大事な人かな。じゃあたくさんの人たちか自分の大事な人だったら、どうだろう、やっぱり大事な人かな。たけしさんらしいのかな。で、何の話だ。あ、ばばごめんなさい、何の話だったっけ。自殺者の話だろ。そうだ、私が優しくないって話。私は許せなかったの。大事な人って守ってもらったのに、そのことが許せなかったの。ごめん、何の話かわからないよね。話を聞いてくれてありがとうございました。もう寝ますね、おやすみなさい。絆レベルアップ。絆レベルアップ。もうちょっとでなんか上がるの。30まで。前より近づけたね。さらに絆が深い回りましたよ。ちょっと装備を見ますわ、一回。なんかいい装備できないかな。なんかない。これできる。今、無理か。これね、いけますね。よし、まあこんなもんでいいでしょう。こんだけしか無理っすわ。さあ、はい、任務を続けましょう。任務を続けていきます。ネクスト、次ギュンターの噂だって。これ行ってみたいと思いますね。あれ、武器の処置パックはいっぱいですって。お願いしようか。なんでも崩すよ。オール分解はしねえよ。まあこの辺とか C はあとかな。 GF くらい、 FG くらいがちょっと。分解しようかな。よし、これでいいと思います。ギュンター隊どっかで聞いたような、どっかで聞いたことがあるみたい。ギュンター隊、まあ自分ないけどね。準備完了だ。始めよう。背に腹を据えられ。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。よし、当たれ。今だ。これなら。オッケー。武器1。なんかあるよ。この先道が塞がれちゃってるね。あれは門。どっかに開くための装置があるはずだ。装置にマナーを送ると門が動く仕組みになっている。なんでそんなものが。奈落ではいつ誰が作ったのかもわからないものがたびたび見つかるの。これもその一つね。あの門は青く光っているね。同じ色に光る装置はこの近くにあるはず。探そう。生き延びてやる。私の番だね。ぶっ飛べ。よし、仕掛ける。背に腹は耐えられ。入った。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。同じくらい使いやったらガリウスが強いんじゃないか。
さらに高め。あ、待って、ギュンター18って、すげえ。これか。お、できました。武器に、なんかすげえのゴール、なんだよ。ネギハチはあいつはクリプトキーパー、人間に卵を見つけて寄生する化け物だ。かなり手強いぞ。戦うなら体力と武器を整えた方がいい。避けて進むのも手だ。さっきシャンダーは気になかせる。やばそうじゃない。メニューとかメニューで、パーツ、あ、これダメなんだ。そうですか。これはちょっと逃げた方がいいんじゃないかな。なんかめっちゃ強そうなんやけど、避けよう。準備完了だ。はいよ。ほっ、よっ、捕らえた。仕掛ける。背に腹を耐えられ。いただき、いけると。もう一つ一回戦ってみよう。どれくらい強いんやろ。いくぞ。16だって。始めよう。背に腹を変えられ。15。あ、きつ。やっちゃうよ。めっちゃきつい。よっ、捕らえた。きついすぎる。いくか。めっちゃ減った。これなら。何強いやん。いただき、かっやっ、ぶっ飛べ。運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。当たれ。いいなれちゃう。ならばこの時を待っていた。ダメかも。がやるな。うわ、死んだ。はいよ。え、まだか。よっ、捕らえた。まだやる。これなら、これなら。こういう敵がいるってことだね。いただき、とっやっ、運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。あとれ。見られちゃう。誰も死なせない。全然減らん。ここまでか。はいよ。よっ、捕らえた。いただき、よっ、ぶっ飛べ。運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。見られちまう。誰も死なせない。俺のしまった。バンカ。はいよ、やろっか。ピーちゃん、仕事の時間だよ。ミス、強烈やな。うわ、最悪。600とかくらいやん、これ。何回やん、これ。ここで出たらゲームオーバー。いや、厳しかったわ。武器やアビリティを強化しよう。強化。アビリティパネルで、ちょっとアビリティ、じゃあアビリティでちょっと、そうだな、これをちょっと上げてみるかな。スキル射撃をちょっと上げてみてもいいんじゃないか。ボーレア8まで限界だったな。麻酔弾もボーレア。俺の力。よし、この2つをね、ブルマックスを投げた。
て、今先頭に入ってるのがこれか。これレベルマックスなんだよ。これは今無理。オーバードライブにしてあげよう。私の新しい可能性。主人公ここもちょっとあげよう。ここもあげる。オーバードライブは無理か。これが新しい力。これ EX って丈夫さ、こんなんあんねや。これパッシブかな。これが新しい力。パッシブっぽいね、これね。丈夫さとかね、こんなんあるんだ。ディスケ EX がない。素早さ、オーバードライブとなるとこか。アビリティ、なんか覚えた。よし、まあこれなもん。ギュンターも、ギュンターちょっと上げとこうか。ギュンターもどうしようか、ね、とく。ちょっとすげえ、めっちゃ成長できただろうか。なるほど、ハンネも。腕力、腕力も上げていけるんだ。上げていこうか。やりました。よし、これで OK。 精霊は、精霊は上がっていけるのかな。精霊に疲れてるね。精霊強化、助けを求めるなら対価を。あ、そうか、上げれるやったね。精霊が随分と騒いでるよ。よー、来たな。強化武器、限界突破。やっちゃうか。これ限界突破、これワン力プラスになる。やっちゃうか。東方、南方のマスケット、もう一回いける。特攻入る。ちょっと上げていくのがいい。限界突破は積極的なやつがいいみたいね。雲もいっぱいなった。限界突破一応全部行きました。そしてやっけん、これくらいしか無理なのかな。これいけるわ。クラブブリンガー、これちょっと原画突破しようか。特攻入る。大事箇所特攻入るんで、これはいけると。おお、やっちゃうか。で、こんなもんかな今のところ。 OK、 よお、来たな。 OK、油断したつもりはないんですけどね。なんか新竜解放された。自治村軍、遠見の丘、2つ入ってきましたね。まあいいっすよ。
さあ任務を続けましょう。ちょっとね敵強かったので強くしてみました。さっきのね蜂みたいなやつは多分無理だな。このレッコここでは、戦闘開始だ。かける。背に腹は耐えられない。今だ。これなら。まあここに、侵入。奈落か。奈落の攻略ではなくて地上の攻略で何かまた新たな発見があるかもしれないですね。そこを攻略しなかったらいけるかもしれないね。あれは門？これさっき見たやつね。探そう。探します。準備完了だ。始めよう。強化したのでそこそこ強くなってると思うんですけど。運が向いてきたかな？どうなってますか？まだ弱いわね。当たれ！やっちゃうよ。なんかさっきのレケア橋が多分ヒットポイントがね1000とかなんかかかるんですよ。それくらいいるんですよ。ただし高め。こいつ超危険だね。クルートキーパーね、かなり手強いで、この時点ではね、多分無理なのよ。だから一旦避ける。そしてここの階の攻略を目指します。戦闘開始だ。始めよう。背に腹は耐えられない。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。今だ。これなら。いただき。生き延びてやれ。始めよう。背に腹を耐えられ。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。ジャック・ウィンが、まあね、銃、拳銃使うところがあるので、それを揃えていかなきゃいけないんでしょうね、まずね。あれ、あ、もう押すか。よし、あ、思い出した。何の話？ギュンター隊の噂だよ。もしかしてあなた、あの死神ギュンター？ギュンターっていう騎士が所属する隊は必ず全滅するってやつ？ちょっとあなた、あはは、ごめん、そういう噂聞いたってだけだから。別に真似受けたりしないよ。むしろ有名人とパーティー組めてラッキーだわ。で、実際のとこどうなんの？ねえ、いい加減にやめろビスケ。だって酒場ですごい噂になってたよビスケ。はいはい、チェ、みんなも気になるくせに。そのごめんなさい。ふん、もう慣れたさ。みんな隊長のことは何も知らないのに。言いたいやつには言わせておけばいい。それに本当に根も葉もなければ死神などとは呼ばれない。ん？それってどういう？さあな。だが安心してくれ。俺は死を呼ぶとかそんな大層な力は持っていない。奈落の不条理に右往左往するただの騎士、無力な死神さ。
無力な死に合い。ギュンターが自らを皮肉った言葉、その顔に浮かぶのは懺悔、二つ目の来ましたね。準備完了だ。さあボス、上がりましょう。ここはでも始めよう。背に腹を変えない。期待はするなよ。どうなってましたか。今だ。これなら。やったな。来た。やる。始めよう。背に腹を変えない。来た。マイパス。ブレイク。いただき。おっしゃ、もう。やっちゃうよ。よし。またマイパス。強くならなければ。19でこれ少なない。これ一本とないけど、お、ベイガン隊のサーベルってレベル88、あ、レベル8ってことか。アダマハンマー、いいじゃねえか。おっと、来た。アダマハンマー、すごい。これめっちゃ上がるよ。お、もうちょいだ。あ、またキャンプ。あ、ギュンターさん来たね。ギュンターさん行こうか。よう、ギュンター、年始に何をしてるんだ。あ、探査ログを確認していた。日課でな。進むにせよ、退くにせよ、少しでも隊員たちが安全に動けるようにしたい。隊長の鏡だな。自分にも教えてくれ。ログで最も重要なのがリンクマップだ。セーフエリアをつなぐ、いわば奈落の世界地図のようなものだ。方法は確かに便利だ。俺たちがキャンプしているこのセーフエリアとは、正気が薄くて安全な場所のことだが、これはたまたま薄いのではなく、地中に埋まっている魔石の影響だと言われている。そのため、我々の固定に使われている魔石がわずかだが共鳴するんだ。なので、共鳴の性質を記録しておくことで、そのセーフポイントにまた行く際に役立つんだ。このおかげで安全に引き返したり、同じポイントに達したりすることができる。こう、人間史はなかなか面白い知恵だ。まあ、原理は何も分かってないんだがな。くくく、ずいぶん不確かなものを頼っているんだな、お前たちは。お前はそれ言うか。そうだな、君たち精霊がどこから来たかも、何より俺たち騎士団の諸々たるあの大障壁すらどうやって作られたのか我々は知らない。なら壁を完全に破壊されたら、何より終わりさ、二度と修復できない。そしてその終わりは近い。だから騎士団は焼きになって奈落探査に力を入れ出した。生きて帰ろう。ふっ、お互い頑張ろう。せいで世界を救うとしよう。絆。うん、よし、絆入った。ついに30ポイント超えますよ。来た。
絆の力で今運命が書き換わる。これからも頼りにしている。ギュンターとの絆がさらに強まった。深まった。めっちゃ深いな。第7話は沈黙の意味。ギュンター、俺は無力な死神さ。行くぞ。ボンデッツ。はいよ。あ、火が弱いだ。取られた。仕掛ける。背に腹は耐えられない。今だ。これなら。何も弱いんだ。なあ。この辺からちょっとやるな。ダメージもたくさん食らいそうな気がする。私の番だね。運が向いてきたかな。どうなっても知らんぞ。よし。少しはできるようになったかな。ガリウスもあんまやっぱ強いよね。準備完了だ。もう2とね、始めよう。背に腹は耐えられない。やっちゃうよ。セールがポイントになりそうだ。今だ。これなら運が向いてきたかな。どうなってもしないぞ。あとへ。いただき。行くぞ。始めよう。背に腹を耐えられ。やっちゃうよ。よっ、捕らえた。運が向いてきたかな。どうなっても知らんぞ。あとへ。今だ。これなら。精進するわ。武器を手に入れる。え、ボスが2人いる。行くぞ。始めよう。トロール。レベル10の。背に腹を耐えられ。今だ。これなら。やっちゃうよ。運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。よし、成長期ですから。嘘だ。どんなもんよ。よし、道が二手に分かれてるね。このまままっすぐ進めば中層にたどり着くはずだ。右のルートは俺も立ち入ったことはないが、地面が踏み荒らされていない、おそらく未開地のエリア、未開拓のエリアだろう。未開拓ってことはもしかして強力な武器とか遺物が手つかずで眠ってたり、その可能性は多いな。奈落で見つかる武器はどれも貴重だ。一つでも多く入手しておくのに越したことはない。だってさ、どうする隊長、右の道探索してみちゃう？右行こうや。じゃあ行くぞ。
お、始めよう。背に腹は下がる。まだまだマシやな。やっちゃうよ。すごい敵が持ってるわけだと思ったけど、そうでもないので。今だったの。これなら挑発。運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。あとです。もうちょいだ。が切り裂く。私の番だね。オッケー。よし、倒した。よし。アップ。どっちか選べってことなんだね、きっと。どっちかしかいけないってことなんだ。違う、え、そうなのかな。向こう入ったら次の道選べるってない。ラッキー。おっと。こういうことだ。探検。なんだ。絆の力が満ちた運命が書き換わろうとしているね。あれ、一人だけ？アンネが焚き火の前で探検を見つめている。今話すべき時のような気がする。あ、そうなんだ。あれ、まっすぐと、あ、ちょっとね、ちょっとね。運命の言葉に触れよう。お母さんを思い出しているのか。お母さんを思い出しているのか。たけしさん、うん、ちょっとだけ思い出してた。アンヌちゃん、嫌じゃなかったら聞いてもいい？お母さんどんな人だったのかな。ね、お母さんはね、すごい人だった。強くて勇敢で優しくて太陽みたいだった。男子だったんだね、お母さんのこと。うん、でもね、大嫌いって言っちゃったんだ。え？二人とも聞いてくれる？アンネはゆっくりと母との思い出を語り出した。私たちは山間の小さな村で暮らしてた。そこに黒の軍勢が来たの。アンネの声とともに視界にイメージが浮かび上がっている。うわ、ダメだ。あの土煙奴らがもう、隣村は皆殺しだったそうな。我らももう助からぬか。逃げよう。今からでも無駄じゃ。奴らは人のありかがわかるという。逃げたところで。じゃあこのまま死ぬのか。嫌だ。なんで黒の軍勢に。貧しい土地でも耐えてきたのはここが奈良から遠い地だったからだったのに。なんでこんなとこに。くせ。諦めないで、武器を取ろう。生きるために戦うのよ。アーニャ、本気か。今から撃て出れば谷間で戦えるはず。隣村とつながり、吊り橋を落とせばなんとかなるんじゃない。隠してよいのか、アーニャ。ええ、私と男連中でなんとかします。ばあ様は子供、女子供を連れて逃げて。それとこの子を頼みます。じゃあ行ってくるね。行っちゃうの、お母さん。どうして？お母さんも女の人なのに、どうして一緒に逃げてくれないの？私の体ではこの村で一番だもの。男たちだけじゃ前に一つも勝ち目がないでしょ。お母さんが強いのは死んだお父さんの分も頑張ったからでしょ。だからって男の人の代わりにするなんておかしいよ。やだよ、行かないでお母さん。大丈夫、帰るよ。帰るから待ってて。やだよ、絶対やだ。死んじゃって、行ったら死んじゃうに決まってる。私を一人にしないでお母さん。信じて。愛してるよ、アンネ。私は嫌い。私は一人にしちゃう。お母さんなんて大嫌いだよ。母さん。それがお母さんとの別れだったの。アンネちゃん、アンネちゃん、ぎゅっとしていい？もうしてるじゃん。いたたたた、力が強い、クロイちゃん。
クロニクルの力だったのだろうか、兄の過去を深く共有できた気がする。また形にはなってないが、大切な言葉がその中に隠されている気がした。死の言葉が希望の言葉へと変わる。探検、母の愛。アンネを置いて母は言った。勇気と愛情をそこに残して。母の愛、言葉により運命が書き換えられた。1個目これね、書き換えたね。全部変えなあかんのかな。タイの可能性を開く。あ、レベルアップした。キャンプデカだろう。よし、玉石獲得アイテム。マクマ1、泣きながら。マクマだって。へー、マクマだって。どういうこと。下まで行けるんだろうか、これ。めっちゃ長そうやけど。すごい。第1話終わったってこと、これ、うん、あ、いや、でも、まあ、第1階層は変国の無力まだ。ここのマクマってちょっと間のストーリーみたいな。お母さん大きい獲物だって攻めちゃうんだから。運が向いてきたけな。どうなっても知らんぞ。今だ。これなら。やっちゃうよ。ただ高見え。薬草があるね。生き延びてやる。行くぞ。これなら。もうちょいやん。いただき。よし。やっちゃうよ。トライだ。覚悟しなさい。魔を払う金となりて。よし。次は右側に。あ、思ったより短いな。敵さん見っけ。はいよ。初打ち。運が向いてきたけな。どうなってもしないぞ。今だ。これなら。よし。オッケー。あ、ちょっと一個忘れてる。上戻りましょう。一個行き忘れてることがあるから。一回戻ります。生き延びてやる。やばない、ちょっと待って、どうして見ました。行くぞ。これは逃げることができないのか。撤退しよう。
解もできないのかこれ。撤退したらここから撤退するってこと。これならマジかよ。覚悟しなさい。魔を払う金となりて。これはちょっと運が向いてきたけね。どうなっても知らんぞ。当たれ。ちょっと当たるダメージが上がってる。やっちゃうよ。よっ、捕らえた。やるな。ここまでか。行きます。魔を払う金となりて。魔を払う金となりて。運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。当たれ。やっちゃうよ。よっ、捕らえた。キュルスカッキャー。覚悟しなさい。魔を払う金となりて。やっ、うわっ。はいよ、やろっか。ピーちゃん、仕事の時間だよ。おや、全然ない。運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。眠れ。覚悟しなさい。魔を払う金となりて。あ、痛い。死にたく。はいよ。運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。どうなっても知らんぞ。やっと、や、やば、よっ、捕らえた。運が向いてきた。やっか、こうなりゃやけだ。これでも80万もだからやば、運が向いてきた。どうなっても知らんぞ。うわ、最悪。期待はするな。どうなっても知らんぞ。どうなっても知らんぞ。やべ、くそった、やっちまった。うわ、マジか。どんな時も油断は禁物よ。あー、やらまいったまいった。はい、まあ、ということでですね、クルトキーパー一見出てきて終わっちゃったんですけども、突然出てくるってことがあるんですね。これはなかなか大変ですね。はい、まあということでね、まあ、今回はね、一旦まあここで終了としたいと思いますね。ちょっともうちょっとステータス上げていこうかなと思います。はい、それではどうもありがとうございました。